コルムベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ郡に属する市場長。コルムベルクは、フランケン兵衛自然公園内、アルトミュール川沿いに位置する。この町は、公式には12の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。コルムベルク城から見下ろすコルムベルクの町の雪景色770年頃に、コルベンベルクに、 木造の防衛施設が建造されたのがアルテンシュタットの起源である。コルームベルクは939年にフランケン公領と共に帝国霊園となった。皇帝夫三世は1000年にコムベルク周辺地域の資料権をビルツブルグ司教に与えた。コルームベルクは1128年法園道へクの霊園となった。1150年から1240年頃 古い防衛施設が改装され、皇帝の大官が管轄する直轄城となった。1254年、シュタウフェン朝の終焉後、トルーエンディングンハクフリードリヒは、帝国霊園のコルムブルクを強引に併合した。トルーエンディングンハクフリードリヒ3世と同家のコンラートは、コルムベルクをニュルンベルク城ハクフリードリヒ4世に売却した。1320年頃に、コルムベルクは、 白白の大観が駐在するオーバーアームトの所在地となった。1361年、アルテンシュタットが初めて文献に記録されている。また、1375年には、セイウルスラ教区教会についての初めての記録が現れる。1408年に、コルムベルク城で生まれた白白白フリードリヒロクセイは、1415年に、ブランデンブルク選定校となった。 1449年、この町は、ローテンブルク軍によって焼き打ちされた。1500年頃には、コルムベルクは、辺境博の森林監督局の所在地となった。1525年、放棄した、農民兵、ローテンコンラートにより、コルムベルクは消失した。1528年、ゲオルク系験博により宗教改革がもたらされた。1631年、 皇帝軍の将軍ティリー博によって焼け落ちた。市場長コルムベルクは、1791年にプロイセン領となり、1797年にロイタースハウゼン司法局の司局が置かれた。1806年のライン同盟により、この町はバイエルン領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年に現在の自治体が成立した。1880年に、 それまで城に置かれていた海計局が閉鎖されると、この城は私有物となった。1972年にアウエルバッハとビークの一部、オーバーフェルデンの全域が市場町コルムベルクに合併した。さらに1978年にはビンツバンゲントポッペンバッハもこの町に合併した。コルムベルクのヘスラブロン地区は、1992年にヨーロッパのストラメダルを獲得した。 コルムベルクの議会は、主張を含めて15議席からなる。金じで3つの峰を持つ、緑の山から緑の葉と茎を持つ黒ヤシの穂。コルムベルク上コルムベルクは、ロマンティックフランケン観光連盟に加盟している。アウトバーン A6 号線及び A7 号線が、いずれもコルムベルクから約 14km ほどの場所を走っている。ありがとうございます。